米国は終わった。私は去ります。トランプ次期米大統領の返り咲きが決まった米国で、国外への移住希望者が増加している。大統領選は行われた5日以降、インターネットでの移住方法の検索や旅行会社への問い合わせが急増。大統領選の結果を受け入れられないという米社会の深い分断が浮き彫りになっている。嫌なら出ていけさ、よくども。ブサヨはとっとと出ていけよ。日本には来るなよ。西洋は不動産価格が2倍3倍に上がってるらしいから、アメリカも日本も不動産屋の言いなりかな。よしつなうよね。本当かな。急増って言うなら数字出せよ。ギャンプするぞ。嘘くさ、早速ネガキャンかよ。あら、みんなカナダとかに行くんだろうな。なぜかメキシコには行かないんだよね。同じ隣国でボーダーまで開けようって言ってる人たちなのに。わら、そりゃ英語通じないから。そう、綺麗こと言ってるなら過酷なところへ行けと願ったりかなったり。こっちみんなよ。日本もやろうぜ。日本第一主義の総理大臣で奮発と在日不良大臣を追い出そう。日本第一主義の政治家は存在しないよ。河野太郎はや小泉進次郎は完全にアメリカの利益のために政治活動をしている総理大臣候補者がこれだからな。よくわからんけど4年前まではどうしてたん。結局ビル・ゲイツと同じようになる。選挙前ビル・ゲイツ・トランプになったら国外へ行く矢印。選挙後ビル・ゲイツ・トランプとは仲良くしたい、これだからな。わら、そんなことを言うやつで実際に出て行ったやつはほとんどいない。日本にもいるな、立憲共産党議員で。こういう人たちって再住した先でも何かと耐えられないんじゃないの。流浪の民になりそう。わら、俺はこれでいいと思う。共和党一強の国の方が米国はまともになる。民主党は気違いだわ。アメリカほどの大国他にないけど、どこに行くの。またパックンみたいなのが来たら嫌だな。日本に来るなよ、鬱陶しい。アメリカのリベラルは中国に帰れ。カナダとか行けば良さそう。人事じゃない、こいつら日本に来るぞ。どうせグリーンカードすらないやつだろう。ソースになってるニュースの画像を見ると、ごく一般の有色人種で底辺層には見えない。関連ニュースでは、一般女性がトランプ当選に失望とある。トランプは全面禁止ではないけど、それでも中絶は争点になってたし、インターネットでの移住方法の検索や旅行会社への問い合わせが急増。アメリカ国籍者かどうかわからんな、これじゃ。わら、悪事がバレるので耐えられないか。わら、どこの国に帰るのかしら。俺は何も別に何も困らせない。ふーん、そうですね。どうぞどうぞ。悪事がバレる連中が必死やな。これやろ、悪事がさらけ出される連中が怖がってる。あのヒステリックな発狂ぶり、自分が豚箱行きか恋し系になるってわかってるから、そら必死になるよね。移住方法の検索や旅行会社への問い合わせが急増。移住者が増えたというわけじゃないんだな。トランプさんへの嫌がらせで集団で問い合わせたんじゃないの。いや、これがアメリカ人とは書いてないからな。トランプになったら強制的に出ていくしかない人たちもたくさんいるでしょ。わら、イスラエルとかウクライナおすすめだぞ。レバノンもおすすめさ。中国は？グアテマラ、ソマリアもよろしい。